お疲れ様です。いや忙しすぎるわ。ジャンクスタレです。いやまあもちろんねこんな感じで動画作るのもねこんな感じでね、うん、忙しいんですけど、秋アニメすごくない？今期なんかすげえ面白いのがたくさんあってさ、アニメ見るの全然追いつかなくて。皆さんなんか見てます？この動画見てる方とかだと MF ゴーストとか見てらっしゃるのかな。早々のフリーレーンとかさ面白いよな。でなんかもうたくさんもう見るべきアニメっていうか見たいアニメがあって、なかなかねそのこなせなくて、で結果ねもうどんどん溜まってっちゃって時差で見てるんですよね。もう時差で見るとねなかなかそのなんだろうな、X とかさ、いろんな SNS 等々で情報が入ってきちゃうんで、シャットダウンして、そういう情報をね、できるだけ初見で見たいんですけどね、なかなか時差だと厳しいんですよね。で、時差入荷といえば、こちら買ってきておりまーす。時差入荷といえばのバースデーさんですね。で、買ってきてて、あと、ちょろっと、ホットイル取り扱いのね、あるスーパーも時差入荷してたんで、まあ、後ほどね、買ってきてるんですけど、こちらをね、今日はね、購入品の紹介と、一部ね、開封しなくてもいいやと思って、買ってなかった、2代目とかを買ってなかったけど、やっぱ開封してんよなぁとなって、買ってきたものもあるんでね、そちらの開封もね、やりたいと思いますんで。っていうかさ、すごくない？この流れ。今さ、なんだろう、前置き話っていうかさ、イントロトークから本編につながっていくところ、自然な流れだったじゃないですか。今時差とかね、結構ねなんか私真似してるとは言わないけど、導入されてらっしゃるミニカーチャンネル様が増えてきたんですけど、結構ねなんかうんごめんそこまで上手じゃないなとか、全然本編と関係ない商品とかさお話とかが多すぎて飛ばしちゃうよなっていう感じで、だからさやっぱすごいね私ってね、みんななんだろう、なんとなく見てると思うんですけど、意外とねちゃんと考えてて、じゃあこちらから行きましょうかね。バースでは後で見ましょうか。いわゆるスーパーで買ってきたものなんですけど、そうだね、3店舗行ったのか。で、2店舗は、たまたまなんですけど、ほんとたまたま。品出しのタイミングで、でっていうか、出くわして。なんで、あ、ごめん、それちょっと出すんだったら見てもいいみたいな感じで、いいよみたいな感じで、感じうるさいけど、そういった状況だったんです。だから手つかずっていうか、ただ、アソートがマルットとか単品販売がとかいう入り方じゃないんで、アソートが12とかかな、で単品販売がちょこっとみたいな感じなんです。1店舗あたりがね、なんでちょっと効率が悪かったりするんですけど、買ってきたのが1店舗目でこれか。あ、だから3店舗ってだから言ったか、3店舗行って1店舗はもう漁られちゃってたけど、2店舗はその店の入荷はちゃんと見れた、ちゃんと手つかずで見れたっていうね。ヘッドがガスケットを追加してますとまあベンツはね追加ですね。これはどちらもインターナショナルカードだ。で2店舗目では、あそっか、やっぱり品出しのタイミング、たまたま、ほんとたまたまで食わして、何気に行ったら出してたんで、であんまなかったんですよ数が。だからミニカーこれだけとか言って聞きやすく、なんかおばちゃんっていうかね、お姉さんだったんで、これだけとか聞いたら、全然あるよとか、奥の方にあるからつって、見せてもらえるとか言ったら持ってきてくださって、やっぱさ親しげなトークはいいよねあと私の笑顔、私の笑顔、あと物欲しそうな顔ね。そう、私いつもお袋に怒られちゃってて、なんか人からもらうたびにお前が物欲しそうな顔するから人がね哀れんでくれるんだよってものを、だから物欲しそうな顔をするなっていつもね叱られてたんです。だからさ、こんな今の状況を知られたら大変だろうね。なんか昨日もだけどいいものばっかもらっちゃってさ。で、そう、2店舗目もねちょっと買うものがマジで外れでしょうね。12かな。だから、相当もう3分の1は入ってたんでしょうけど、あ、ちょっと買うもんねえやと思って、ベンツ買っちゃった。そう、だから、お店によってはこんな感じで、同じ系列のお店、まあ、スーパーなんですけど、値札がね、貼られてたりとかするんですけど、まあ、すぐ取れるからね。あと、3店舗目は、もう完全に、出遅れたっていうか、
毎日通えばよかったんですけど、ちょっとサボっちゃってて2日ぐらい行ってなかったのかな。その間に入ったみたいでさ、まあなんか全然数足りねえやみたいな感じで、でもこれあったからいいやと思って、え、これ残しちゃうんだとか。20ダッチチャージャーヘルキャット、これいいよな、色も美しいですよねって感じで、まあとあるスーパーで買ってきてますね。まあ329円なんで最安値に近いけど、ヤマダ電機とあんま変わんないぐらいか、バースデーよりは10円高いかなっていう感じですけど、まあチャンスあるか。あ、でそうだ、どのお店もポルシェのインターナショナルカードあったけど、スートレはなかったっすね。んでバースデーなんですけど、ここはねどうだったかな。あ、そうだ、思い出せ、あのいつもの感じで行ったら、まだあの検品中って言われて、じゃあ待ってますねみたいな感じで、まあ、あの知ってる施設さん、店員さんも、いつもだとね、そのホットイール私待ってるから、チャカチャカっとねホットイールだけ先にしてくださったりとかするんですけど、ちょっと洋服が多すぎてホットイールが分かんなかったのかな。洋服がガンガン出てて、でいつもよりも時間かかってさ、いつもだったら20分ぐらいで出てくるんですけど、45分ぐらい待ってやっと出てきたっていう感じだったんですよね。お待たせしましたとか言って持ってきてくださるんですけど、で私一人しかいなかったから、まあ、 あのゆっくりね選べたんですけどね。なのでまあそこそこ買ってきてるかな。あ、そう、トレジャーハントあった。だから手つかずの状態で、あのアソートをねまるっとで、これで3箱目だったんですけど、まあ全部入ってましたね。でも私は1店舗目ではね買ってないんで、2個目になるんですよね。あとは、あ、ごめん、あ、これも見せない方がいいよね。あ、はいはい、ごめんごめんごめん、買ってるけど見せれないですね。はい、見せれない、どうせごちゃごちゃやれるんでしょうね。あの見せない見せない。あのね、今回別にこのベンツさ、そんな大量に欲しいわけじゃなかったけど、ガチったらどのくらい集まるのかなと思って、うん、買ってたんです。そしたらめちゃくちゃ集まった。あのね、ほんと引くぐらい、多分ね、皆さん引くと思う。引く。うん、1ケースに10入ってんのかな？単品販売とか。それが、まあいいや。あんまり語るまい。で、ヘッドガスケット、これ買ってきてます。これ何であってもいいからな。何であってもいい。で、これ、あ、これ頼まれてたんですよね。これか。これ、ダッチ、さっきと一緒だね。20ダッチチャージャーヘルキャットと、ランボルギーニレベントン頼まれてたんでね、買ってきました。20ダッチチャージャーヘルキャットやるのが惜しくなってきたけど、あ、私も変えてるからいいや。いい。もちろんね、昨日の動画で冒頭で話したようにね、プレミアム価格で売りつけますよ。で、あとそうだ、これ。これな、2024G、ちょっとうるさい。2024GMC ハマー EV。こちらを、まあ、開封しなくてもいいか、開封しなくてもいいかなとか言ってて、一つしか買ってなかったんですよね。こういったの、なんだろうな、キャラクター層とかキャラクター系は壁に貼ってるんで、壁に貼って飾ってるんでね。なので、もう、いいかなとか思ってたんですけど、なんかね、4面、だよ、担保。そうだよね。こっから見るの、1、2、3面が見えてるからね。あと、色の感じもいい感じだったんで、やっぱ開けたいよなとか思って、追加で買ってきました、こちら。なんで、ちょっと今から開けようかなと思います。でさ、巷でね、開封ハンターとか、なんかわけわからんこと言われてる方がいらっしゃって、開封ハンターって何と思って。だから、私の開封はね、こうですよ、ここ。カッターね、黒いカッターで、もう、刃先を確認しながら、こっちから、こうも言われたけどさ、こっちからっていうのも、やっぱ、やりやすいよな、こっちも。で、こんな感じで、もう滑らせるような感じで、スーッとね、グイグイっとね。で、こう、下に向けると。下に向かっていくと。だから、あれですよ、ジャンクダウンメソッド、JDM ですね。で、ここで、右の角を、こうくるっと回してやって、ここ、あれですね、ジャンク、右側のターンだから、ジャンクライトターン、JRT ですよ。
で、これをグイッと、これもう本当滑らせるような感じですね、横に。で、これはレフトターンですね、ジャンクレフトターンで。で、ジャンクアップ、こんな風にやってます。っていうのが一番早いしね、早いし戻せるし、実際。ほとんど戻しても仕方ないんですけどね。開封用に買ってるから。でも癖だよ、癖。で、こんな感じ。あ、そうだ、今回バースデーさんのシールが剥がしにくいって聞いたんですけど、どうなんですかね。なんか、知り合いの方から聞いたら、ほとんどカードごと持ってかれたとか言って、もう開けちゃったからちょっとシール剥がしてみようかな。だから、うん、最近ほら、こんな感じっていうか、スルッと剥がせるようになったんですけど、前まで強固な感じだったんで、それに戻ったみたいとかって言われたけど、いけますね。多分お店によって違うかな。もしかしたらこのシール、あの値札シール、ピャッ、ジャーって出してるじゃないですか。あれ、これがね、変わったのかもしれないですね、材質が。何回か変わってますもんね。ちょっと前、去年かな？あの、プレミアム系に貼ってあっても、スルッと剥がせるようになったんですけど、今、跡が残るタイプじゃないですか。だからどんどん変わるかもしれないですね。だから、私が行ったお店は前のタイプが使われてて、こんな感じでね、剥がせるけど、もしかしたらお店によっては、もう、画像で、ね、送っていただいたんですけど、本当ビリビリに剥がれてたんで、前のタイプに戻ったのかもしれないし、ちょっとわかんないですね。気温なんかも、あると思うんで、だからまあこんな感じで、まあ、あの、開けちゃったからいいやっていうやつで、ちょっと試してみてからの方がいいですね。あとは、まあ、ドライヤーで温めてやるとか、シール剥がしでちょっとつけてやるとか、下準備しておいた方がいいかもしれないですね。で、これ、お、かっこいいね。開けてよかった。本当だ、一面、だいたいベーシックか、そう、まあ、3面なんですよね。これ1面でしょ、2面。3面、4面担保してあるわ。ちょっと分かりにくいけどね。あ、でも、トーカールに塗ってあるしな。あ、これいいね。バービーうんぬん抜きにしてもいいね。あ、ちょっとね、つや消しっぽいシルバー。若干石っぽいけどね。あ、これ絵は、開けてよかった。一応新車ですね、こちらね。あ、いいね。ってうるせえってな。いいですね。ただこの辺まで全部クリアパーツっていうのは、まあまあ仕方ないか。うん、構造上仕方ないか。あ、いいね。今後出るんかな。からばり出そうだよね。形もいいし、こんなとことかね、造形いいですよね。あ、いいね。あ、いい。あ、これはね、いい。あの、多分開けてない方も多いんじゃないかな。うん、今更ちょっとあれですけど、まあ、一つしか買ってないから開けれないよっていう方も多いかもしれないけど、できればね、これは単品販売入ってないもんな。そう。あの、開封して手に取ってみてはいかがですか。でかいしな。でけえよ、ほんと。なので、うん、どうでしょうね。これいいね。あ、いいわ。で、2店舗目ですね。2店舗目が、1店舗目で時間食っちゃったから、しかもめっちゃ離れてるんですよ。20キロぐらい離れてて、ちょっと混む道なんで1時間ぐらいかかるんですよね、1店舗目から。なので、うわ、ちょっと遅れちゃったと思って慌てて行ったら、もういつもだとね、ぶら下がってるぐらいの時間かなと思ったんですけど、売り場出てなくて、やった、なんかまだ出てないやとか思ってウキウキで聞いてみたら、なんかね、荷物全部見たけどミニカーなかったですねとか言われて、マジかーって、うーん、なかったんですねみたいな感じになってたら、明日も荷物あるんですって、だから明日の荷物に入ってる可能性はありますって教えてもらって、そんなこと言われてもね、なんかあの夕方に出てたパターンとかもあるからさ、ちょっとどうかなと思ったけど、さすがにもう往復40キロっすよ。仕事終わって行ってたらちょっと間に合わないんで、まあ、激混みだしね、ちょっと渋滞しちゃうんで、でもその言葉を信じるかっていうか、こっそり教えてくれた感じだったんで、実はね、みたいな感じで教えてもらったんで、ね、ジャンクさん、役得、ね、もう笑顔が可愛いからね、私ね。おばあさんじゃない、
お姉さま方からね可愛がられちゃうの。で、そう、あの、教えていただいたんで、ちょっと次の日ね行ってみたんです。で、朝行ったら全然出てなくて、で、あ、ホットイル今日入ってますかって聞いたら、ちょっと待ってくださいねとか言って、であったんですぐ出しますんでちょっと待ってくださいねって。昨日のお姉さんと違うお姉さんだったんですけどね。お姉さん気いいな。女性視聴者はいないけどな。そうそう、なんで、あの、いいのよ、いいのよっていうか、そう、お姉さん受けはいいんです。お姉さん受け、ちょっと大きなお姉さん受けね、うん、で、ね、これ何買ったのかな。あ、ミシュダチチャジャイル、もうね、今月のアースを取って今月しか買えないんですよね。11月とも被ってない、1月とも被ってないなんですけど、増車する案件っていうのもあんまないじゃないんですよね、実際。なので、あの、似たようなものになっちゃうよ。で、あ、やべ、ベンツはね見せれない。あ、ちょっと待って、ベンツだけ先出そう。見せられないからね。なんかごちゃごちゃ言うんでしょ。あの、私は買うチャンスがあってけど、あの、買い占めたり複数買いしたりとかはしないですとかね。いいじゃん、そんな。え、だから、あなたはそうなんでしょ。ね、私にそれを押し付けないでって思って、っていうか、ほんと正直持て余してるけど、なんだいけるかチャレンジを一人でやってたんで、でも、うん、プレネで売りつけるわ。みんなに。で、あ、ランボリギーニレベントン買ってますね。これも、もうオーダーいただいてたというか、あの、バースあったら買ってきてって言われてたんで、買ってる。だからこの2台、買ったけど、レベントン2台買ったけど、人手に渡っちゃう。でも私2台買ってるわ。ストックあるから大丈夫。で、あ、ヘッドガスケット。これ何台買ってんの？でも、謎者枠は今回これだよね。あと、ファーストベリーも迷ったけどさ、また買うわ。多分、どっか残ってないか、今月な。買っときゃよかったか、ファーストベリーを。あとは、あと何買ったっけ？トゥンドフォルクスワーゲン、ゴルフ MK1、トレジャーハントですね。これも1台は、あの、友人が買えなかったから、つってオーダーいただいてたんで、本当は渡すの、回すの欲しいけど、回しちゃうんでね。これ、1つ買ってます。で、ちょっと待ってね。先に見よっか。あ、サファリ。一軒目で買わなかったけど、一応買っとくか、みたいなさ。そうそう。あの、すいません。今、しっちゃんかっちゃになってた。そう。まあ、あの、かっこいいよね。ちょっと開封したやつも、ほんとかっこいいんで。手元に置いてるんですけど、これマジでいいよ、これ。ボディ薄くて。あの、これも多分人気だったんじゃないかな。優先度高めっていう方も多かったかな。で、トレジャーハント、これで、から、手つかずの箱を4箱見て、4個あったんで、まあ、買えたのは3つなんですけど、私は 100% かな。まあ、手つかずっていう意味ではね。で、これね、あの、向こう側が担保が違うみたいなんです。教えていただいたんですけど、コメントで。だから1個はね、開封したいなと思って。だから発売日に1つ変えて、あ、3つ変えてるんでね。1つはもう、友人にお渡しするんで、もう1台欲しいなと思ってたんでよかったですね。これ開封しちゃいましょう。トレジャーハントを開封するのは久々だね。でも開けたいよね。見たいよね、みんな。みんな開けちゃってる？トレジャーハント。スースーグイッとね。ジャンクアップ。で、これですね。久々だよ、トレジャーハント開けたの。サーフクレート以来じゃないかな。だからもう、どうしても開けたい時は開けちゃう、トレジャーハントでも。あ、違うわ、本当だ。トレジャーハントマークになってる、でっかく。これいいね。こっちは、あの、フォルクスワーゲンの、なんだ、エンブレムっていうか、マークっていうか、ロゴになってて、こっちはトレジャーハントマークがでっかく。あ、これは、開封して飾りたいよね。これだけトレジャーハントマークがいやらしく書いてあったらね。でも白のフレームスに見えるからいい感じだ。あ、うん、ごめん、あの、ごめんね。トレジャーハント複数台変えたからこんな風に開封できるっていうのもあるんですけどね。皆さんもね、なんか、なんだろう、一生懸命ね、一台手に取れたか取れないかでしょ。申し訳ないなと思いつくつつ、やっぱりほら、動画にするっていうね、私使命があるから、みんなもこっち側見たかったでしょ？ね？これでほら、
皆さん手持ちの分は開封しなくてもいいわけじゃないですか。これいいですね。あ、ごめん忘れてた。こうやってね、おわざとしてますからね。スマホの方が横に立てて、でもスマホ立ててもなんか私自動回転してないんでできないですけどね。というわけで今回は、まあ、実際入荷するね、スーパーと、あとバースデーさんで、実際入荷で買ってきたものをね、紹介してったんですけど、いかがでしょうかというか、ベンツをここに置いてないからさ、少なくなってるけど、まあそこそこ買ってますわ。あとはそうだね、やっぱ実際入荷、まあ、スーパーとか、バースデーとか、そういうお店をやっぱ覚えておくべきでしょうね。なかなかね、発売日争奪戦厳しかったんで、私もねちょっと持参入荷があるから午後はもうちょっとやめちゃったっていうね、まああるのところはあったんですけど、そういうちょっと当てがないときつかったよね。ほんとでもそうだよね、ベーシックカー発売日12月2日は朝一以降だよね。ほんと以降は全然ベーシックカー買えなかったですもんね。今月は激しかったわ。あ、やっぱそうか、今パッと見と思ったんですけど、これコード00はよくわかんないけど、3は多分2023年かなの12月の0、0番目ってことじゃないかなと思うんですけどね。まあ、だから、ペグにかかってる場合、この312とか覚えてたら、最新アソーとかね、探しやすいんじゃないかなと思います。何の話バースで公約わかんないけど、って感じです。じゃあ、ここまで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。